512BB はイタリアの自動車メーカーフェラーリが1976年から製造販売したスポーツカーである。1981年に 512B にマイナーチェンジされ、1984年テスタロスサにバトンタッチする形で生産を中止した。現行当時はフェラーリ生産者のフラグシップであった。日本国内でデビューした当時はスーパーカーブーム絶頂期で、 ランボルギーニカウンタックと肩を並べて、当時の少年たちに最も人気が高い自動車の一つとなった。フェラーリ 365GT4BB の時代から、ランボルギーニカウンタックと行動世界最速の称号を競い合っていたが、排気ガス規制が訪れて特にこの種の車両には深刻な問題となった。その対策として、フェラーリ 365GT4BB の時代から、 また多用されていた FRP やマグネシウムのパーツをコストダウンのためスチールやアルミニウムに置換し 120kg 近く重くなった。それまでフェラーリの監修として1気筒あたりの排気量を車両名としていたが、この車両のネーミングは排気量5リットルでシリンダー数12を意味している。BBE とはベルリネッタボクサーの略で2ドアクーペ、水平対抗エンジンを意味するが、 実際には、エンジンは水平対向ではなく180度の V 型である、929台が生産された、内径ファイ 82mm 工程 78mm で 4942cc、圧縮比9.2、4個のトリプルチョークウェーバーキャブレター付き、ドライサンプの12気筒 DOHC を、ミッドシップに縦置きで搭載した、水平対向エンジンとされるが、 厳密には180度のバンク角を持つ V 型である。排気量増加にかかわらず、向上最高出力は、フェラーリ3 6 5 g t 4 b b の 380HP、7200RPM から、エンジン下部に2層構造で5速 MT が、組み込まれている。角型断面の合管、スペースフレームに、サスペンションは、前後ともウィッシュボーンと、コイルで後輪には4本の小2世ショックアブソーバの、 組み合わせ。四輪ベンチレーテッドディスクブレーキを装備。ピニーファリーナとスカリエッティの共同作品による流霊。かつ低いスタイルで、ボディは鉄とアルミに FRP で構成された。フロントスポイラーと側面に中ダクトが追加された。全部ボンネットフードに、後部のエンジンフードはカウル式で、おのの車体中央から外側に向かって、側面のフェンダー部分も含めて一体で開閉する。 全部ボンネット内にはごく少量の手荷物が収納できた。内装はこの時代としては豪華で、インパネやシートも本革仕様で2シーター。この時代のフェラーリは製造時期によって細かな仕様や部品が頻繁に変更されており、従って各車両によって機関や装備の仕様等が微妙に違う場合もある。英国向け等として右ハンドル使用車も存在し、 米国向け仕様は5マイルバンパーやサイドマーカーを装備しており、外観等の仕様も微妙に異なる。1981年にボッシュ系ジェトロニックインジェクションを搭載した 512BA マイナーチェンジされ、規制への対応で有利になるとともに指導性等の点で扱いやすくなった。トルクは 46.0KGM、4200RPM を発揮していたが、 最高出力は、高章 340HP、6000RPM に低下した。交渉最高速度は、時速 280km とされた。1007台が生産された。ありがとうございます。